今ですね2019年1月の21日月曜日、夜、19時ぐらいです。歌舞伎町で発砲事件があった現場です。報道陣も入っていて、このように人だかりになってます。ゴジラ前のねカラオケ会館で、発砲事件がありました。今報道陣も入ってきて人だかりがすごいです。こういう状況です。その隙に俺に報道カメラマンも入ってますね。犯人は逃走中とのことです。 NHK とかのニュースだと犯人は逃走中とのことです。こういう状況となってます。以上、現場からでした。和道さんもツイキャスやってるんですか？これもツイキャス。